こんにちは、おはようございます。お風呂から上がりまして、大和くんと一緒にまた放送をお届けしようかと思います。はい、おはよう大和くん。現状を打破しようとかね、目の前の問題を解決しようとするときに2つの方法があるんですね。1つ目はですね、今自分が持っている能力で解決しようとすることです。で、2つ目はですね、問題を解決するために持っていない能力を身につけようとすることですね。おそらくですね、挑戦とか若さっていうのは後者なんではないかなと思います。そして問題解決ができていないのに、いつまでも自分の持てる能力で何とかしようと思って堂々巡りをする人っていうのが、まあちょっとね、置いてかれる人なのかなと思います。もちろんどっちが優れていてどっちが劣っているという線引きをするつもりはありませんけども、自分の人生を少なくとも自分の理想通りにしようと思ったら、どこかでね、持っていない能力を身につけるってことが必要なんじゃないかなと思うんですよね。きっとですね、お、かっこいいねきっとですね、自分が問題解決するときに、はい、ビャンビャンビャン、自分が問題解決しようとするときに、お金が足りないと思ったら、お金をなんとかしようとするんではないかなと思いますし、受験のときに点数が足りなければね、もうちょっと勉強して点数が稼げるように実績を上げていくと思うんですよ。そして気がついたら、その小さな積み重ねがとんでもない進化になっていて、一人一人の成長の合計が地域の成長であったり国の成長であるのかなと思います。まあ、ですので、そういうふうな形で考えてみると、成長進化しない人っていうのは成長進化している人の足を引っ張ってるという言い方もできるんですよね。もちろんだからといってそういう人たちを卑下していいっていうことにはなりません。一人一人の望む生き方やね、望む人生がありますんでね、ただやっぱりね、自分の持てるカードで勝負しろっていうのとは相反しますけども、持てるカードで勝負に負けるようだったら、持っていないカード、要するにカードをチェンジしてね、行く必要があるのかなと思います。古いカードを捨てて、なんかね、自分の勝利に近づくようなカードを引いてくるってことですかね。ということで、両方使い分けるってことが大事なんではないかなと思いますね。大和くんね、万歳。